よかった言えて。まあ今日インポスター弾くなぁ。えー、やしんたろう。はい。ナイスマイスー。イボマイボ小学校の頃サッカーすると、マイボマイボってうるさいやついましたよね。 <laughs> あ<ー>いたいたああいたわどっちポールでもいた一生前棒前棒言ったやついませんでしたダメンテホントに <laughs> イビルハッカーか一と押すぎ笑った一多分俺九秒ぐらいだよねダウンロードって大体 だからこれ14ぐらい生まれるいいねこんなもんでしょう今回はうまくできたんじゃないでしょうかたくさんと <laughs> これはないんボ

その、初手のおふざけでクルーズって買ってもよくないんだ。それじゃあ完全勝利とは言わないからね。入れないと。いや、たさん僕にサボタージュ任してくれてるっぽいなどれミーティングにゴミ <laughs>。絶対ボタン押し上がるなあれ。押させないよー。

もうなんなら僕、ミーティングの2の1人を切ってもう1人を現行犯って言おうと思ったんだけど、そもそも迷惑くしかいなかった。なんだあれ。えー、なんか。なんでいなかったね今、も迷惑にしかいなかったよね。ワンチャン端にいた誰か。そんなことあるふぅー。あれも今回はボタン入らなしそうだから、ゆっくりいけそうだね。これ、プテさん長すぎないか。こんなもんか。 おい。はい。バイタル。あいタル。あイタル。あいタル。どっから入りましたか、元さん。エレキから。あ、じゃあ。エレキから入った。うん。えっとね。元さんも。元さんとメヤさんをエレキに置いておくし貨物まで行ってます。あ、えっとね。えっと元さんは多分ちょっと俺れ線は難しくて、えっと俺俺とメヤ君ってキッチンからエレキに入ってるんだけど。 俺が追いかけてる状態でゲさんをまちょっと何番か忘れたけどゲンさんがレバータスクしてるのを置いて明也くんがアスせんのタスクやってるところをあっけケ死んでますああはいあるほどああケイさん死んでんなんなこさんだえっじゃあそっち詰めてもらっていいよじゃあえっとどういう状況ですかメイちゃんシャワーで停電になったんで俺がシャワー下で K さんと一緒だったんですけど、はい、俺が戻ろうとしたらケさんもたぶん戻ろうとしてて、はい、茶碗の真ん中の通路ぐらいで, K で、はい、K さんとすれ違うで、奈良子さんとすれ違うで、今俺がね、アーカブル左のドアだから。とあ、現在、ケイさん、超直近切るっすよね、これ。ってなると、手元、うん、は K さん切るには関わります。イエス えと超直近だったら、えー、とネロちゃんと対抗でもいいけど、俺、ネロちゃんと一緒に上に、てか俺が先に上の,あのタオルタスクのところで今タオルタスクをしてる最中なんで、下からやってきたネロちゃんがそれをナナコさん置いてナラコさんに朝直金切るっていうんであれば、え、ナコさんはだからシャワーの下に下ってきてないっていう仕様っすよね。下ってきて,、えーシャワーってか、シャワーの下から行ってるから俺、タオル集めてタオルタスクを始めてるので、で、ネロちゃんはあのシャワーの方に入ってきてっていうような状況だと思うので、俺の方が上にいるのね。 まあ対抗で大丈夫ですあ。なんか対抗で大丈夫なんだけど、めっちゃ人外じゃなさそう。しんど。え、ケイ、うん、さん見てないんですか、奈々子さんは。見てないです。はい、で、ハイブリさん視点で減産さんがほぼ厳しくて、で、僕そう点で、じゃあ、ケ産さん視点って無理だよね。で、僕視点で、太郎無理よ。でね、うん、私視点、ハタメが、失礼、ハタメがあのバイタル方面に走っていってるように見えてるんで、タスこさんはメヤさんを、なんか、私とメイヤさんをエレキに残したっていうニュアンスだったけど。 まあ、停電中だし、やりやすそう。なネロいいないあの、このネロちゃんと対抗するしかないと思うんでもうネロちゃんと対抗でいいんですけど、なんかめっちゃなネロちゃん人外じゃなさそうだなって思ってます。やめてきますやめてもらえるんだったらやめた方がいいとすら思ってまいや、おぉ。でも、okay、でもう引き返せないんだったら。いや、引き返せないのでは。はい、じゃあ、もうすいません。これで、頑張ってください頑張ってください。頑張ってくださいとしか言いようがないです。ネロちゃんが人外であることを願うばかり。ちなみに俺スキップ入れました。え 送るっぽーい <laughs> ってなった時に次に矛先が向いてくるの僕なんだよな。だからここは先にボタンを押して印象化せいでこう僕の最終値どうしようかな ?LK85 やとに、ね、しとくか。ここは先手のボタン。あはい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 。はいはい あと、僕、全く最終値入れてなかったんですけど、最終値は、あの、エレキの橋越えです。一応、その前に、だよね、そう、メイン除染でプテさんが先に抜けてって、た分エレキに向かったんだよね、うん、プテさんが。その後、追ってるみたいな感じになってる。大丈夫そうです、うん、慎太郎さんは。どっちもできなさそう。あそうなの原産地でえー、だって、その、もう、計算さんのキルが。え、てかもう、そう、ケイさ,さんをネローで,、ね、で関係させる場合は、<laughs> 慎太郎は僕視点で、目屋さんのキロには白ろ出すから。じゃさんを追い抜かないといけないからね、そうそうそう。<が>だから、慎太郎は大丈夫よ。だから、だんだんネロでちゃんと釣り切って、そこでいいんだったら、もう、それでいけ。えっと、じゃあ、エレキの、エレキというか、バイタルのキロを詰めたくて、俺視点は、たぶ、うん多分ね、エレキがなんかゆ、うなんつうの、グネグネしてるのね。えー、っと、あれ、下が123だったっけ ?123 つながってんじゃん。13つながってて、65って言っ6、なんか、567、え、569、え、なん、なんて言ってんだな。 ってると思います5、6、9でつながってましたかなんか、んかそんな上から、上からしか前、アスタリスクから直線的にしかバイタルいけないんよ。はい、で、うんうん、俺はゲンさんを置いていって、一瞬、アスタリスクでタスクはしてるが、その場合、ゲンさんが切るんやったら、俺の方が切れる位置やし、それを追い抜いて、迷惑に切るはちょっとしんどそうだから、<laughs> 俺はエレキ側のゲンプテ、慎太郎まで全部俺支援はしろ。 私目、ま、線だと5番6番あたりレバータスコずっとやっていて5番6番あたりで畑底さんと目安が固まって左から右に動いたのだけ見えてるんですね。でその後とふっと停電中で123 <5? S> うろうろしてたら4番でプテさんと合流して終わり。5896の順序かつながってるのは。これ高上って一応どこにいたんですか これはエンジン脇、コミュサボダウンロード。ダウンロード終わった後、扉が閉められている状態でコミュが鳴る、読みコミみずっと待機、停電になったからコミュサボから出て終わってる。えー、<laughs> 宿舎脇、金庫ダウンロード、えー、最後、宿舎エンジン、メイン入ろうとして終わり。ぐるぐるタスクぐらいでした。あと、ハイブリーは今、停電を直してないんですが、見てて右から2番目が最後なので、マットも否定できます。 直したのですうんいやネロちゃんの俺目線だとナナコさんが上から下ってきてケイさんってアーカイブからシャワーに下ってきてるんだよね <coughs> で<え>同じように下に行ったように見えたからナナコさんだと思ったんだけどただちょっと僕ナナコさん白く死んだなと思ってるからボタンもう一回押したいけどなネロちゃんマット警戒してで、うん、だから俺手で直してるって今手で直してるじゃないこのとえそれはいボ OK 触ってないあ触ってないの触ってないあらそうなんだ マット生きてるかなーワンチャン切ってるいや770は多分クルークルーだと思うからマットいるんすかねあっカメさんマットかもこれよかったーありがとうカメさん助かるそれありがとうカメさん <laughs> まあシェリフは若干怖いか ナイス。ガミさん<い>マットメイト、し十インポスターです。どういうこと,ううこと <laughs> 何にもせずに勝ちました。いや何もしてないよ。<laughs> なんか噛み合ったね。ケ <laughs> イ君切るが慎太郎君ってことか。そうですね、もう直近で切って、多分うまく2人の死人か復くぐって入り込んだみたいな感じになってる。す、えー、げえ。じゃあ、投票は原産で。太郎入れましょう。 あごめんなんか今、ゲンさんにいるそうなった俺。よかった、かめさんがペンツ入って、めっちゃ安しさはい、いますよ。カミキルだ。そっか。ごめんなさい。え、ナイス、ナイス。ナイス。おはたのクルメて書いてあるぞ。おけちゃう。おまけです。 勇気の城出せよかったねろちゃんにでも俺シェリフでシェリフだったんですけど生きてたら高尾さん切ってましたからねえなんで <laughs> あのボタンを押さや <laughs> 誰のち雨の